はい、どうも、ジュンです。久々にキッチンから、やっほー、減量を始めまして、3週間かな、5月から始めたんで、ちょうど3週間ぐらいなんですけど、まあ、いい感じで今回はペース早く絞れてきてます。はい、3ヶ月前か、ちょうどにしては今までで一番ペース早いんじゃないかなと思います。そして最近ね、僕が食べてる食事を久々に今日は、やっていきたいと思います。今日のジュンのキッチンはまずタンパク質がタコです。タコこれ 198g ぐらいしか入ってないから、もうちょっとタンパク質欲しいね。人参、そしてピーマン、玉ねぎ、あとはお米ですね、を使ってピラフを作っていきたいと思います。でお米が今白米1合とローカット玄米っていうねのがあるんですけど、それを11で炊いてます。糖質が普通の糖質ローフで、玄米だけども、なんか玄米の悪いとこを全部取って、玄米のさらに上位互換みたいな感じかな、がこのローカット玄米です。でこれを白米と11で、最近混ぜて食べてます。じゃあ早速食材を切っていきたいと思います。味付けは、まあ、基本的に塩コショウと、あとコンソメ。このコンソメがね、めちゃめちゃ大事です。でコンソメなんですけど、これ結構減量中ね、コンソメを 使えて小さじ2杯、まあ、5.3g で、タンパク質 0.38 の脂質 0.24 の炭水化物が 2.2。コンソメの味ってなんかね、すごい食べた感じがします。結構僕の中で味付け優秀だなって思います。今回なんかいつもより絞れるペース早かったりしてる理由が、まあ、いつもと違うこと何かなと思うと、やっぱ早めに有酸素を仕掛けたってことと、シーズンオフの時もなんかそんなに変な食事をしてこなかったってことがなんか大きい気がします。今回92、3、4ぐらいにキープしてたんで、やべ、抜いて5月バーンって体重少し、ね、上げてから 3,4 キロかな体重減ったんですけど、このペースで押し続けてたらもう来月ぐらいで体重だけで言うと 75% か 80% ぐらい仕上がっちゃう。うわ、マジでいいって、何これ、こんな痛かったっけ、玉ねぎって。うわ、サングラスして、サングラスしていや、目いって、あと1キロぐらいこのペースだったら普通に落ちて、で残り目標体重まで、ね、5、6キロぐらいになるから、まあ、来月で、ね、なかなかいいコンディションは作れるんじゃないかなと思います。このペースでいけばね、今回は有酸素をそのオフの時っていうか、ガチガチの減量になる前からスタートしてて、なんかそれもすげえ効いてる気がするんだよな。有酸素しっかりやって、食事をねしっかり管理して、でトレーニング今週、多い時6か、結構この1ヶ月週4ぐらいでずっと有酸素もやってきて、無限階段だったんだけど、あれがマジ効くんだ。カロリーはね、糖質の量によって、日によってちょっと変えるんだけど、だいたい2500から3000キロカロリーぐらいで今、毎日順調に、今のところ停滞することなく落ちてます。こんな感じです。これ、俺の中でピーマン大事だよ。ピーマン長くして。ピーマンスパイル入れてあげるとやっぱすごい美味しい。塩コショウ。まあ、ババーっとかけて、ガーリックパウダー、ガーリック系がねちょっとうまいんで入れてあげると、本物のガーリックでもちろんいいけど、あとはメインのお肉、コンソメを入れていきます。これはねお米入るからちょっと多めでいいかな、うん、もうちょっと味見ながら調整してください。具材にある程度味付けして、ここで米をいきたいと思います。これ2合分炊いて今、まあ、
1.5 合ぐらいかな、多分残り、うん、これ入れていきます。あっち、でここにお米を入れていきます。うわうまそう、もうすでにうまそう。よいしょ、あっちで水分と飛ぶまでちょっとパラパラになるまで炒めてあげて味にして終了。完璧、最高。母ちゃんが作るピラフの味に似てる。うめえ。完成しました、原料タコピラフです。米って炒めたりいろんな具材と混ぜたりスープに入れたりするとさ、なんかすごい量多く感じるよね。完成です、特製タコピラフ、イエーイ。その前にコンディションチェックしていきたいと思います。まずは体重チェックです。 96.5、 昨日5後半に入れたんだけど、今日ちょっとあれかな、水分溜まってるかな。まあ1キロぐらいの増減はね、まあ、水分が結構変わるから、あれとしてコンディションチェック。腹がやっとちょっと薄くなってきたかな。結構胸の方と肩周りはちょっと絞れてきたかな。はい、じゃあコンディションチェックも終わったんでご飯食べていきます。いただきます。やっと本当土台に乗ってきたって感じな。こっからなんだよ、こっからこっからなんですよ。いただきます。うまっ、コンソメって正義だな。うまっ、うまっ、これはうまいな。でこれを 2,3 回に分けて食べて、体内分のタンパク質は常に用意してある多いタンパク質で、ね、補っていきたいと思います。はい、ということで久々のジンズキッチンでした。ぜひね、原料食に飽き飽きしてる、鶏胸、ね、ささみに飽き飽きして素材ばっか食べてる人はぜひこのピラフね、コンソメ調味料最高なんで、作ってみてください。じゃあね、somebody I can call my